登れるかな。ワイヤーがあれば行けんだろ。これはまた休憩スポットだ。一応休憩しとこうかな。この椅子座ったことないね、初めて。座り心地良かったね。アイテムちょっと見てみよう。あー、これはちょっと嫌な予感がするな。特別値段があるということはなんかいるんじゃないの、ポス的なやつ。とりあえず買っとくか。よし、完了。じゃあ行きますか。あれ今アイコン出てたよな。あ、これか。すげえ。お、これは初めて見たのかな。ちょっと見破ろう。物理攻撃でバーストゲージが溜まりやすい。飛行モード時に一定の物理ダメージを与えることで空中から地上に落下させることができる。物理攻撃ね。おお、結構確かに溜まりやすい。どうなってるどうなってる、見えない見えない。そうしたらラビットチェイン。おファーストオッケー。もう一体じゃあ火バレ。あれ当たんなかった。おいいね。うん、終わり、レベルアップ。テンション高っけ。さ、これはどこからだ。上の方からロープが垂れてねえか。上の方、これはまた、あれか。いけ。もうちっちゃいの結構いるね。お、物理攻撃。頼られちゃな。こんなもんよ。終わり。だから箱。ハイポーション。これはさらに上かな。あれ違う。ここかな。ん、上へ続く道。どこから行くんだ。ここかな。はいはいはい、出たね、シンガー建設。おーい。こんにちは。これは硬いな。でも多分雷系はいけんじゃないかな。一定ダメージを与えるたびにバーストゲージがたまる。一定ダメージ、そっちは任せる。吹っ飛ばしてみて、でティーファーのサンダラ、さらに上サンダが。どうよ、ほらほら結構いいね。すげえ、かかと落とし。でもやっぱ硬いな。なんか来る。ちょっと待って、バレット。あれ、溜まってなかった。あら、なんか近づけない。あ、そういうことか。なんか今やりづらいなと思ったら、はい、終わりだね。終わったな。サンダーかって強いな、サンダーか。これはまたどっか崩れりゃ真っ逆さまだな。やばいな。
で、さらに上か。ちょっと待って。この辺ちょっと見てみよう。お、ハイポーション。シンラーボックスいっぱいだね。あ、宝箱、やっぱり見といてよかった。オッケー。中か、あ、上か。どうなんだ。シンラーボックスで、あ、ここか。ちょっと分かりづらかったな。目に焼き付けておく。うわすげえ。これ落ちたらどうなる。よくやったなジンラー。はい、ここか。シンラのど真ん中に行くのかと思うと燃えてくるぜ。燃え尽きるなよ。燃え尽きるなよ。この気持ちは尽きねえよ。オッケー、ここが狭い。こんなとこ通るのかよ。バレット大丈夫。緊張すんだよ。バレット後ろにいるな。怖い。マジで来てよ。怖い。怖い。バレット大丈夫。歩いてる。オッケー。お、なんか上の方に宝箱。全力で行く。え、どこ？どこどこどこ？ああ、これか。覚悟はいい。覚悟はいいかい。うん、あれ、これって見破ったことあったっけ。ああ、なんかあった。おい、大したことないな。俺の見せ場だ。行け行けんだろ。風属性ね。はい、よろしくね。あ、こいつらも魔法使えて氷使えるんだよね。燃力。ちょっと待って、クラウド死にそうだな。いい？狙うぜ。おう、任しとけ。で、祈り。こっちはどうだ。おお、弾かれた。弾かれたな。引き続き。出番だよ。下がって。うわ、ちょっと待って、氷来る。もうすぐバースト。すぎる。おう、バーストしたな。やっちまうぞ。うわ、オッケー、終わり。悪くない連携だ。悪くない連携だ。ちょっと待って、上に行けないのかな。宝箱見えたよ。まあいいか。ん？これはなんかのサインか。あ、わかったわかった、これね。よし、オッケー、宝箱。うん、これ、あ、ははは、びっくりした、壊れてたのに。はい、ここから行きましょう。バレットも待ってる。怖え。よく歩けるな。よし。うわ、なんかなんか飛んでる。あ、あいつ飛んでるね。空中戦。普通のファイヤーでいいか。
ってました。ぶっ飛ばす。オッケー、終わり。どうってことない。どうってことない。ハイポーション。うわ、出た。バレちゃった。隠れろってもうバレちゃったんじゃない？こっちに撃ってるから。もう戻れねえ。進めるなら問題ない。本当に？これはうわうわ、いたたたた。え？これどうやって行くの？あ、このタイミングでちょっと待って。いけねえじゃん。え？どうすんの？ほら、クラウドだけいけない。え？おお、オッケー。そんなに難しい？うわ、これはちょっと見づらいな。クラウド結構ダメージ受けてる。ここか。やば。ここで。ストップ。ハイポーション。でも戦う、おお結構出てきたな。いたたたた。これもちょっと見破る。調子に乗るな。あ、これはさっきやったか。なんか似たようなやつばっかりで、どれがどれが分かんなくなっちゃう。うらうらうら。ちょっと待って、バレットはで、キーパーはもちろんサンダーガで。いけー。お、結構ダメージ入るね。うわ、うおー、もう一丁。ファイヤーも効いたりする。そっちは任せる。いいねー、ぶっ飛ばせー。祈り。あー、これちょっと風があるから、風みたいなやつあるから近づけないの。ほら近づけねえよ。ロックオンされてる。いい、ダメだダメだ、近づけねえ。だから投げるしかねえな、魔法とか。バレットいけ。バレットで回復して、ティーファーは溜まってない。うん、うわ、いたたたたたた、いってえな。気をつけてね。やってやる。一体はもうすぐ終わりだね。いたたたた。オッケー、まずは一体で気負いすぎる。飛ばす。お、また邪魔された。ひどいな、この野郎。よし、このタイミングで祈りして、で、かかと落としして、うお、勝てえな。終わりだね。悪くない連携だ。オッケー。こんなもんよ。こんなもんよ。これは上に行って大丈夫かな。目的地はここか。おお、空中で普通に飛んでるわ。戦うんじゃないの、空中兵と。え？ほら、特殊空中兵。どこ？全然当たんねえじゃん。ちょっと待って、これは特殊空中兵だから見破ってみよう。バレットぶっ飛ばす。空中時に風属性ね。オッケーオッケー。うわ。降りてこい。
気合入れてね。風属性か。じゃあまた、うわ、MP がない。気をつけてね。いく、いいね、一体終わり。お前ちょっと降りてこいよ。いいね。終わり。よし、次も頼むぞ。生態調査まだ終わった。ちょっと待って、 MP を回復しとこう。 OK。 お、ちょっと待って、回復する必要なかったここにベンチあった。 OK、 準備完了。じゃあ次は行きましょう。これ結構上まで来たね。ん？クラウド。わあ、綺麗。やろうぜ。うん、やろう。クラウドも手伝ってくれる？安くないぞまた金の話がまあでもそういう返事の仕方をクラウドらしいね。ちょっとツンデレ的なところある。これはまた上かな。はい、よし。ん？さらに上か。おう、うっ、うわついてきたのかお前。走れ。これは戦うんじゃないの？どっちみち。またちょっと待って、めっちゃダメージ入ってる。まずいぞ。おい、おーおお、こういう風に避けんのか。でも逃げ切れないんじゃないの。うわー、ほら、追いかけっこはおしまいか。倒そうぜ。でも空中でしょ。それどうやって戦う。とりあえず見破りたいけど。あー、溜まってね。いった。はい、まずは見破る。 HP もまあまああるね。近接物理攻撃、雷属性、風属性の攻撃を当てるとバーストゲージが溜まりやすいが、遠距離物理攻撃や魔法攻撃では溜まりにくい。そしたらバレットの普通の攻撃じゃ溜まりにくいってことね。あー、じゃあ雷と風か。そうだな。待ってました。じゃあこのぶっ飛ばすとあんまりダメージ入らないってことだよね。こういうのもそうだけど。よっしゃ。で風と雷か。ちょっと持ってないな、バレット。クラウド回復で、ティファーは、そしたら、サンダーがね、ちょっとやってみよう。どんだけダメージ入るんだ？おー、これはいいんじゃない？じゃあ、風もやってみよう。クラウド、上行けるかな？そもそも上まで。おー。あいつがこっち来たときに、あ、でも届かないよね。届かないか。うわ、ちょっと避けよう。ここでファイラ。炎はどうなの。あ、炎はそんなにか。バレットは、あ、でも物理攻撃はそうでもないか。ちょっと一回避けて。
うわー、いたたたたたた、いーって、いけんだろ、私に任せて。これは届かないな、とりあえず。はい、サンダガー、気をつけてね。おお、なに、俺今のサンダガー無駄にした。大丈夫か MP。 うわ、これは、え、2人、おイーバンならまだわかるけど、バレットめちゃくちゃ重たいじゃん。なのに安心するのはまだ早い。待ってるよ。そうだな、スロー頼んだ、待ってました。どうだどうだ、どんなの。うわ、この下って何。おお、うわあ、いたたたた、いたた、いた今ガードもできねえ、ガードもできねえ。ちょっとバレット、召喚獣もすぐ呼べんのじゃ。あー、これ届かねえなー。ういって、いってえなー。あれ、あいつなんか今止まってる、止まってるね。あー、気にせず物理攻撃、今めちゃくちゃダメージ入ったよな。うん、連携しよう、俺の見せ場だ。どこだ、ぶっ飛ばす。あ、これは呼べんじゃないの、チョコボ。ちょっとまだゲージ溜まってないけど、チョコボは確か物理攻撃系だよね。ちょっと呼んでみようぜ。初めて呼ぶけどでっけ、ここ崩れるんじゃないの、これ、この重さで。さあ、そしたら、まあ、ティーバーはとりあえず雷の魔法で、クラウドは、あ、これどれもあれか、 ATB ゲージ2か。あ、何、今度は何、ん、止まった、え、うわ、何？これ何？チョコボ、よろしく。これ何この、あ、レーザー？レーザー攻撃？うわ、これは当たったら大変そう。うおお、これ一撃死ぬんじゃないの？車線に注意しろ。へえ。ちょっと待って、爆弾を投げます。ドッスン。周囲に衝撃波を発生させます。ちょっとやってみよう。おー、バレット死にそう。まずはちょっと待って、吹っ飛ばすしてゲージを貯めてからの全員祈り。でティーパーはどうしようかな、マジか、あ、そっか、 MP もないもんな。とりあえず MP 自分を回復して、いけ、近接物理攻撃はかなり有効だけど、今は回復しないといけない。バレット、連携しよう、俺の見せ場だ。うわ、これ車線攻撃また来る。うおー、どうなったどうなった。チョコボ何やってんの。チョコも一応やってくれてる。なんか動かされてんだけど。うわ、ちょっと祈りしたい。気合入れてけ、頑張るね。ん、お、これはなになになに。お、チョコもなんか自動的に、あ、そうか、これは行っちゃうのか。なに、行く前に今なんかやってくれた。うわ、ちょっと車線来る。今どういう。サンダーガで、はい、近接物理攻撃。あ、ちょっと射線、避けよ避け。おお、大丈夫だった。おお、なかなかこいつも強いな。でもバーストするね。オッケー、今行け、
牽引施設物理攻撃の強さと怖さを見せてやれ。で、どんどん行きましょう。あとちょっと。ちょっと待って、これを避けよう。あとちょっとで終わるからね。対魔法モード。じゃあ我々のオッケー。勝ったー。やったぜ。これが俺らの実力よ。そうだよ。爆発しないの？なんだ？え？しまった。大丈夫かな？これは、ティファ？バレット大丈夫？これどんだけ届くんだこのワイヤー。バレット？バレット。すげえなこれ。わー、びっくりした。でもバレットの方壊れたでしょ。どうすんのこれから。よかった。危機一髪だぜ。スリル満点だったな。さ、もう一息。こっからだな。準備運動は終わりだ。そうだよね。今のただの準備運動だよね。こっからなんだよ。わ、これは本部かな。シンラビル。チャプター16、シンラビル潜入。いよいよだ。わあ、結構これ警備がやばいな。よし、止まれ。ただの警備員ならまだいいんだけど。こうしてみると絶望的な気持ちになるね。こっちはたった3人だからな。絶望は力だ、時にはな。まだ温存しておけ。で、どうすんだ。派手な正面突破が絵になるぜ。これはちょっと無謀すぎる。何しに来てるんだ。裏へ回ろう。裏。この先に駐車場の入り口がある。よく知ってんな。さすが元ソルジャー。裏か。二人いつも早いな。完全に警戒態勢だよね。光栄だぜ。俺たち以外にも敵がいるんだと。アバランチの本体に。ブータイとは休戦中だろうが。休みはいつか終わる。ティファ、ちょっとゆっくりね。本物の恐怖ってやつを教えてやる。俺たちの目的はエアリスの救出だ。余計な騒動は避ける。うまく立ち回れ。わーってるよ。声でけよ。俺の中で真っ赤に燃えてるこの半神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。バレット、声でけって。道間違えたのかな。お、自販機がある。優しいね。宝箱、ハイボージョン。休憩スポット。すごいすごい。
じゃあまたちょっと準備しとこうか。